銀の作り方。使用するバルーンはこちら。260オレンジを膨らませます。はひねりを作り、残りはしぼませてください。260白を80センチほど膨らませます。260黒を80センチほど膨らませ、連結します。黒で絞りひねりを一つ。絞りひねりにオレンジのパーツを取り付けます。白で6センチのバブルを2つ作り、元の絞りひねりに絡めます。黒でたらこひねりの周りを1周し、元の絞りひねりに絡めます。白で18センチのバブル。黒で18センチのバブルを作り、ひねり合わせます。黒ではひねりを一つ。白ではひねりを二つ。黒で18センチのバブルを作り、指定した絞りひねりに絡めます。両方の風船をしぼませてください。目を描きます。これで完成です。お疲れ様でした。